皆様、明けましておめでとうございます。9年中は、ゆって先生 YouTube チャンネルをご愛顧いただきありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年は皆様のお金で、なんと、チャンネル登録1500人を達成しました。ゆって先生 YouTube チャンネルを始めるときは、最終的に登録者200人、300人になれば良いかなと思ってましたが、1500人を達成することができました。ジャズというジャンルは、メジャーのミュージックシーン、J-POP やアイドルミュージックと比べると、数十万、数百万分の1の経済規模を聞く人もとても少ないニッチな音楽です。またそのニッチなジャズの中でも、ビバップというのはさらに少数派。ゆって先生で取り上げている、ハンク・モブレイやジミー・ヒース、ワーデル・グレイなどのミュージシャンに興味ある人は、さらに少数派。ですが、1500人以上の人にチャンネル登録していただき、日々動画チェックをしていただき、感謝ありがとうございます。現在はチャンネル登録者1660人なので、2024年はチャンネル登録者2000人を目指します。 YouTube、SNS 上で氾濫するインチキジャズがなく、成功法、王道のジャズ、基礎を大切にしたいレッスン動画をアップしていきます。応援よろしくお願いいたします。毎月の更新スケジュールは月に3本から4本の動画を更新していく予定です。ゆって先生のジャズ指南、名プレイヤーのコピー譜面または解説動画、その他バラエティ動画なども更新予定。その中の1本は、ハンク・モブレイリックベスト10を毎月必ず更新していきます。ハンク・モブレイの美しいフレーズを1年通して、たくさん聞いて、たくさん分析して、たくさん練習すればものすごい力がつきます。さらにそのフレーズを12キーで練習すればより力がつきます。意欲ある人はぜひトライしてみてください。最後にジャズを学ぶ上で大切なお話をしますね。真摯にジャズに取り組みたい人はぜひ参考にしてください。アドリブとは自分自身のアドリブシステムを作ることだ。コード進行を理解を深め、そこでどのようなメロディー、ハーモニー、リズムを作り出せるか、その仕組みを知り、使いこなせるようにすることを、具体的なアイデア、アプローチの引き出しを増やしていくことだ。行き当たりばったり、ただスケールを考え上下運動したり、パターンを含むジャズにはならない。10年やってもインチキ、でたらめのまま万年初心者になってしまう。日々なんとなく闇雲に練習していると5年10年やってもブルース、2、5、彼らもできない初心者のままの可能性があります。もし本気でジャズ、アドリブに取り組みたい人はゆって先生レッスンにお越しください。一緒にたくさん練習してレベルアップしましょうということで、本年もゆって先生 YouTube チャンネルをよろしくお願いいたします。